作りましたね。そうなんだ。育ててねえんだけど、ね。育てない。実は育てないよ。海の親で育てる。海は産むけど、ね、全部産むだけっていうね。産みっぱなしやんって言ってね。鶏みたいな。俺が温めてます、ね。そう。いつももう産んで、あんちゃんに、あんちゃんちょっとそう、ほら、産んだら温めてくれよ。俺とヒデがずっと温めてるんですよ。そう。だからそういう意味でも本当に苦労かけたなと思うよ。チーム S にはね、チーム S っていう存在が。褒めますね、チーム S。いや、本当にそう思ってんの。チーム S 散々やってもらってね、あれしたけど、でもチーム S って存在がいなかったら、今のストリートボールは絶対ないから。それはもう間違いないから。あくまでもファイストボーラーズ、はい、チーム S って2個あって、はい、ファイストボーラーズっていうのはもう象徴だから、あいつらが強くなるために、こうやってくる。シーンのためっていうよりは、自分たちが成長していくために強くなっていこうっていう風なのがあいつら。はい、でも、チーム S っていうのは、このバスケットボールシーンっていうものを、だこの番組もそうよ、はい。この番組もそう。このストリートバスケットボールっていうシーンをみんなに知ってもらって盛り上げていきたいっていうことに対して、裏方になっても選手と同じぐらいの笑顔でやってくれてるから、その成り立ってたわけで、それをやってくれる人がもしいなかったら、絶対できなかったっていうふうに思われるね。それは。裏方でもね、楽しかったんですよ。楽しかった。もうめちゃくちゃ楽しかった。楽しかったですね。だってあんま寝てなかったでしょ。まあ寝てなかった。まあ寝てなかったですね、当時は。イベントの1週間前ぐらいはもう全く。いや、そうなんだ。それは俺、普通にクラブとか遊びに行ってた、あんちゃんたちさ、すげえ、あれ、ちょっと、俺も眠いふりしてくれたのがいいかなって。ああ、つってる。俺らとソマトモはマジで寝てない。そうだ、ソマトモは寝てない。でもあいつ当日遅刻してきたの。そう。マジで。そう、マトモですもんね。ソマトモ。あいつ、実は知ってるらしいっすよね。そう、あいつ、一番最初に、森下一郎とか ABA とか行ったじゃん。はい、一番最初あいつ行ってんのよ。そうだと思うんですよね。そう。行って、本当は残ってたはずなのに、あいつ英語分かってないから、切られたと思って帰ってきちゃった。そしたらそのチームよ、そのシーズン一人枠空いてんのよ。11人かなんかでやってて。やっぱり俺、勝ってたんだ。そういう。トマトもうまかった。そう。あと、プレイヤーズで働いてたやつが、おもろいやついっぱいいた。一番面白かったんだよ。さっき言ったら、榎本は、亡くなったけども、もう、すごい思いもあってたやつ。俺もね、エノはめちゃくちゃ思いやすい。そう。S にも出てくれたし。あ、本当。そうそう。やっぱりロッカーズで、もともと、駒沢公園の並びにね、自転車って家もそうだから、もう本当にロッカーズっていう中で、あいつもそうだし、面白いのいっぱいいるよ。ヒラッチとか。ヒラッチ。あいつも働いてたし、でもやっぱり一番貢献してくれたのはヌイバーソン。まあ、そうですね。プレイヤーズで育ちましたって言ってくれてる人多いから。あ、そう、年をも、もともと NKS の人間だから、それで全部ノウハウを。あ、そういうやり方そうそうそう。要するにプレイヤーズっていうのはどういうものなのかを、こっちに一人送ってくれれば、もう働かしちゃった方が話早いからって言って、1年間働いて、ノウハウが分かって、向こう帰って、立ち上げる。なるほど。そうそう。トシオもでも頑張ってるでしょ、なんかこういろいろ向こうでやってるでしょ。そうそう。スクリーやってた。まあそうですね。まあ本当に学んだことは多かったんでしょうね。プレイヤーズで。俺思い出した。ケンさんがプレイヤーズ横までやれって言ってたね。最初俺が多分言ってたよね。俺らにね。そう。そんでどうしようかって悩んで。ね、悩んだもんね。そう。でもまあやるなら自分たちでやったわって流れもあって、多分フォーゲームもできたのかもしれない。よかったよ、潰れてるかもしれない。フォーゲームでやってて。でもフォーゲームも俺相談したのよ、ケンさん。名前も初めてね、やめた。みんな言いましたね、ジョー君とね。本当にでも氷をやるってすげえなと思ったけど、その、要はバックアップがあればできるけど、一から全部氷やるなんていうのは、でもそれでこう、なんとか、もう何年 ?15年。15年できてるのは、やっぱり、そのチーム S ってバックボーンがあるからだと思うね、それが。その、いい意味での、こう、人脈っていう言い方があんま好きじゃないからあれだけど、こう、仲間たち、理解者たちがいっぱいいてくれるから。仲間にはね、めちゃくちゃ恵まれたんですよ、それが。はいよ、ほんと。あ、でもそうです。そう聞きたかったのが、その、ケンさんが、その、今までこう、見てきたシーンの中で、こう、一番こう、好きな選手というか、ストリートでも、俺ね、たまたま言うわけじゃなくて、
俺は回かなと思って、俺の中でロッカーズ、ロッカーズ、チームエース回。なんでなのかっていうと、回はそのロッカーズでさ、その駒沢の、うん、まずその駒沢のコートが俺はすごくストリートっぽく思ってて、俺が体感した公園に似てる感じで、昼のうちは誰でもできるな、うん、でだん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 その夜の時間になってきて来るとうめえやつが集まってきて、うん、最終的に入れなくなるんだけど、うん、でも会とかずーっとさ一日中やってるからさ、その駒沢ってあのすごくほら、うん、公園だから外人、はいはい、人も来るからさ、うん、来るけどもずっとやってるやつなんぞあれが多分俺が見てたストリートバスケっていうかは、うん、あれが普通で、うん、例えばじゃあ、うん、GMS とかをこう、うん、呼んでファイストと一緒になんかやるってなったとしても、うん、全然スタイルが回とかはさ、うん、もう影響されないじゃん、別に、うん、ドリブルをつこうとしたりとかするわけじゃないし、うん、まあもうごくごく普通のバスケをやるっていうさ、そのプレーに魅力があるかどうかって言ったら分かんないけど、うん、その人はどう思うか分かんないけど、マインドがそうそうそう、ストリート、ストリートってああいうものがストリートだなって俺は思う、ナチュラルですもんね、そうそうそう、別に、うん、あれがそうだなっていうふうに思う、うんうんうん、もう負けたくないって気持ちで、ずっと。で、あとは体力が続く限り、ずっとコートにいるやつ、うん。で、あとはその、大会とかあると。やっぱ一番最初にいるのが、A ちゃんと。A ちゃんと回です。回。で、だからもう、好きなんだろうなって、その。うんうん、寝れないんですもん、だって。だからそういう意味では、まあ、A ちゃんはだからやっぱそういうマインドがすごいなっていうふうに思うし、うん、そこはあるよね。うん、その、ストリートっていう。うん、まあ、彼はでも本当魅力的な男というか、男からしても本当に筋が通り過ぎちゃって、たまにこうなかなかこれを納得させるのは難しいなっていうのがあるけど、もう筋が通ってるから、だからどっちかっていうとそのファイストボーラーズもそうだし、その後でできてきたレジェンドもそうだし、いろんなものもそうなんだけど、あれはある程度オーガナイズされてるからさ、形的に自然発生してそういうふうにしてるんじゃなくて、どっちかっていうとああいうストーリー描けて、ああいうシステムでできてるのも、うん、その秋葉は見事だなと思う、うん、本当に あ秋葉みたいなやつがこのシーンにいてくれたから、うん、そういう風にいろんなものが続いたんだなって、うん、例えば俺が産んだとしても育てたのはあいつだと思ってるから、うん、よかったなっていう、うん、だけどちょっと作ってるものがあるから、うん、本当のストリートボーラーはあそこに行っちゃって、うんうんうん、本当のストリートボーラーはできないと思う、うん、まあ、確かに公園のバスケットボールあそこに海外いてこるそうそうそう、ね、ちょっとなんかこうバランスが悪くなる、うん、多分このみんなが広めたいことができなくなると思うんだけど、うん、でもまあ公園のバスケットボールストリートっていう本当のストリートのバスケット、ね、ザ・ストリートボールは海みたいなやつがあるので、こっちがもちろんその要素がある人はいると思うよ、うん、レジェンドの中にもそういう要素のある人もいるとは思うけど、うんうん、まあでも相当影響を受けてるやついるもんね、海、うん、にそうですね、あそうなの、いやもう多分俺と A ちゃんも海の影響結構、うん、そうですね、結構すごいね、うん、もうあの俺は大会出た時やっぱロッカーズとして見てたけど、うん、例えば実業団上がりの人たちいっぱい出てきたりとか、うん、黒人が出てきても一切引かない、もう絶対に負けるっていうのは一切自分に持ってないないもんね、うん、実際勝つし、実際そう勝つしもう2メータークラスの片手で抑えるし、ね、そこは本当にやつを見てても、うん、言動もそうだし、うん、なんかすごくストリートっぽいな、うん、ストリートっぽいっていうか、まあ、俺はそういうやつを見てきたっていう、うんうんうん、バンビとかってどう？バンビこれを言うとなんかちょっと調子に乗るからあれだけど、多分バンビは天才だと思う、うん、論理的だなと思う、その物事に対して、うんうん、そのちょっと変わってるじゃん、もともとは、うん、だから飛び抜けたことを言うのかなと思ったりするんだけど、ちゃんと話してみればロジカルに物事を言ってるし、うんうんうん、技術的な面とかも理然目ができる、なるほどなるほど、だから今指導者をしてるみたいだけど、うん、合うんじゃないのかなっていうふうに思う、すごくあれハワイね、そうだそう、言えちゃいけなかった、そう、公平とあと AJ も行った、公平じゃない、AJ も行った、公平も行ったね、AJ も行ったね、 T ね、そうだ、あ、T も行った、ね、T も行った、で、マンリーとランチ行ったし、マンリーとそうそうそう、そう、俺そういえばみんなをハワイに連れてたんだよ、そうそう、LA かなんかのサンゼルスかなんだっけ、レイカーズの試合かなんか、そう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 、今、ね、シーズンもまたハワイでやる、ハワイで見に行くって言ってね、みんなを連れてたんだよね、まだあの頃そのバンビの持論がよく分かってなかったけど、うん、バスケットボールのあいつにも分かんなかったけど、うん、あのやっぱニューヨークとか行ったり海外行ったりとかして、どん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 経験してきて、うん、もう帰ってきてる時にはもう全然すごい、もう全く人間が変わっちゃったぐらいすごく言葉にできるようになってるから、うん、そうですね、すごい天才だなとは思ってたけど、天才が努力してで、うん、やってるから
バンディと公平って結構なんか俺の中ではその頭もいいし、うん、クリエイトできるし自分でボールつけるし、うん、自分でまあまあそのいわゆるバンディの言葉を借りて言えば、うん、コートビジョンがあるタイプだから、うんうんうん、自分で作っていけるっていうその試合をっていう意味では、うん、あの二人はすごいなっていうストリートで見てて、うん、結局ねあいつら頭いいんですよ ね、 そうね、バスケ IQ だけかもしれないですけど、うん、あ他のことは分かんない、ね、他のことは分かんないですけど、うん、バスケに関しては IQ 高い、うん、そうね。でもなんかね、学生のやつら聞いたらね、うん、結構評価高かったよ。そうですか、うん、そのバンリーを教えてるって言ってたから、うん、そのマジかってなって、うん、あの聞いてみたら、うん、どうなのって言ったら、すごい、なんか有名人だった、うん、あ、そんななったんだ、バンリー。昨日もあんちゃん、そのスクールうちの子も行ってる、来たら、あんちゃんも昨日見に来てくれて、うん、まあね、結構楽しそうね、みんな楽しく、うん、まあ厳しいことも言うんですけど、えちゃんところ双子がね、面白いんですよ。バスケ全然話聞かない。全然聞かなかった。今、小2なんで、うん、やばい、ここ、年間違えたら怒られるな。7歳そうですね、7歳。そうですね、7歳。そう。話聞かないんだ。全然聞かない。あのね、途中、俺、体育館に向かってる時に、俺歩いてたんですよ。A ちゃんが通ってくれて、あんちゃんって、乗っかるじゃないですか。まあ、双子後ろに乗っかってるんですけど。俺の頭をずっと触ってるんですよ。で、俺、ワックスとかつけたら、うん、ベタベタで、うん、ベタベタしてる。こいつ、ベタベタしてる。ずっと言われて、うん、で、多分、匂い変えるんでしょうね。くせえ。こいつ乗ってきたら、くせえ。まあ、やばいね。いいね。まあ、いや、いいね。はっきりしてんだね。はっきりしてる。うちの子たち、むちゃくちゃっすね。だって、一家全員やってんだよ。そうすけ。嫁もいまったにも。あ、そうなの、そのお茶飲みちゃうね。懐かしいな。そうなんですよ。怖い。バスケ一家っすね。バスケ一家っすね。バスケ。なんかね、俺ね、今だってね、やりたいなと思うのは、自分でイベントとかどういうのってなったら、うん、あの前からやりたいなと思ったけど、例えば夫婦とか、うん、ファミリーバスケ、ファミリーとか、そのもう縛りをそういうのに縛って、あのちょっとお前一瞬だけお前一緒に出ようぜ、勝ったら賞金あるからなんないように、うん、入るときにちゃんとチューとか、なんかこう、まあ、いや、まあ、嫁とチューするのも嫌だってやつするじゃないよ。なんか前じゃ無理だね。めんどくせえイベントだから。本当にちゃんと夫婦とか、はい、本当の家族、なるほど、本当の親子とかでやってったら、うん、またそれはそれで面白いと思うんだよ。なるほどね、うん、だって面白くないのか、ね、ただ子供と大人が一緒にやると怪我するから、うん、そこは難しいけ ど、ね、夫婦とかやったら面白いと思うんだよ、うん、夫婦2対2、夫婦の2対2 ねえな、そのイベント一と沼ぐらいじゃないですか、沼のとこ2人もだし、そうだよね、家族でやってるし、家族です。まあでもね、この間出てもらったその千尋、平塚の千尋も、うん、子供と一緒にバスケやりたいから続けるって言って、うん、あーやっぱりなスケートも千尋続けるって、千尋続けられない何かがあるの？いや、そのいつまでもやるのっていう、そう、引退の話だよね。あー、そういうこと、うん、だからやっぱみんな今そうやってきた年中はみんなもう今子供も生まれて、やっぱ今度は、ね、確実に先に言っとくとね、何が起きるかって言ったらね、子供どう、だからその親になって子供でしょ、ね、子供の戦いが、なるほど、あのお父さんと話すのはあっちのチーム代理戦っていうになって子供たち、いや、あのね、子供の、俺最近子供のさ、はい、まあいろんなバスケの仕事まだしてんだけど、はい、仕事っていうか、うん、その無給でいろんなことしてんだけど、はい、親が子供のバスケにめちゃめちゃ熱心になるっていうのは、うん、その自分がもうこれやらなくなって、うん、子供に託してるみたいな人がすごいいるから、うん、結構ストリート代理戦争あるよ、なるほど、ね、あるよ。やっぱりこう俺もね、いろんなものを生んだと思う、うん、でもその時は本当に情熱を持って、うん、もうこれを本当にみんなに楽しんでもらいたい、うん、こういうシーンを作ることによって絶対に楽しい、うん、楽しめる人が増えるはずだ、うん、何かこれに生きがいを感じてもらう人ができるはずだと思って、うん、全てこうやってきて、ただその全力若かったから、うん、エネルギーが、うん、なんかこう怒って言ってみたりとか厳しく言ってしまったりとかっていうのがあったら、それは申し訳ないなと思うけど、ただやっぱりその当時いた人たちはみんなそういう思いで全員やってくれてたから、本気でしたよね、本気だった、マジでやってましたもんね、このストリートとかバスケをこう広げるっていう気持ちが本当に強い連中がいて、だからシーンができたんだと思ってる、形がこう変わっていこうか、うん、やっぱり俺がその産んで、まあ、みんながそれぞれがやるようになっていって、
エレジェンドができて、うん、サムシティができて、うん、そこのしのぎを削ってやっていって、うん、でもそういうのってそれぞれが本当にやって思いを持ってやってきてることだか ら、うん、だからそこはこのシーンが誇れることなんじゃないかなっていう、うん、だから 今でも残ってるものっていうものに関しては本当に尊敬するし、そのリスペクトあるし、もちろん自分が生んだんだっていう意識ももちろん持っていたいのものあるけど、うん、でも何よりみんなが楽しんでるんだったら、うん、すごくいいなと思うし、まあ、だから結局成功でしたよね、そのケンさんが見てたビジョンが、うん、そうですね、見えてましたよね、ちゃんともうこのシーンも、ね、パワーすごいかかってたと思うけど、うん、それがちゃんと花開いて今に繋がってるし、うん、やっぱフレアーズがあったから4ゲームもね、やっぱフレアーズの影響ってすごいあったし、うん、やってこれてるのもあるし、だからそういう部分では良かったかなと思う、うん、そのフレアーズもうなくなってしまったけど、うん、その生んだものがエネルギーがあって、それを何か自分たちの、いや俺たちはこういう形でやりたい、うん、やってみたい、例えばプレイヤーズ横浜作るよりも、うん、よしじゃあ俺らで、うんうん、自分たちの名前で作っていこうって思う人がいて形になったとか、うん、こういうオールスターウィークエンドみたいなこういうイベントあったけど、俺らはじゃあこっちのこういう形で作ってみようとかって言って、それぞれが思いを持ってつなげてるから、うん、確かに、うん、だからいい流れになってきたとなるし、うんうん、ものすごい影響力を与えてたと思います。すべて、もうイベントにしても、ショップにしても、うん、でそれにそれぞれキーパーソンがこういてさ、うん、だからそのイベントをするっていう、だから育てるっていう意味ではさ、うん、さっきも言ったけど秋葉とかはさ、うん、すごく うまいよね。こう、うん、あのこういうものを作ったらこういう形になるんじゃないかっていうのをすごいロジカルにいろいろ考えて、うん、あのうまくできてるし、うん、でそれを、うまく表現するのには、うん、マムシが、うん、マムシが、あいつ文章もうまいし、喋、うん、るのもうまいし、うん、そう伝えるっていう手段としては、うん、ストリートボール界には伝える人として、うん、マムシっていうのはもう本当に素晴らしい人間だと思うし、うん、で逆に何かそういうことをやるときにみんなでこうやっていきたいからってなったときに、うん、チームエースがその屋台、その屋台骨っていうか、うん、そのベースになって、うん、あの形を作っていくっていうのを機動力としていたチームエースっていうのもすごいし、うん、もちろん沼とかさ、うん、あの連続とかその時代いたチームたちもそれぞれの役割っていうものをちゃんと右見て左見て、うん、自分たちはこういうのがあるな、うん、自分たちのバスケをこれだけやっていこうっていうのを貫いてるっていうのもあるから、それが今のサムシティとか学生とかまでなってきたっていう、だからストリートの枠をもっと超えた状態でできるようになってきてっていうのはもう本当に掘ってもいいんじゃないのかなっていうふうに、うん、すごく思う。まあ、ちょっと絶やさずにね。そうですね。死ぬまで。ですね。そうですよ。だから、あとは CBS みたいにね、はい、もう一回原点に戻って、はいはい、その自分たちの出身地域をレベゼンして、うん、横浜のチーム S みたいなのが北海道から沖縄まで、またできるとするよね。そうしたらまた、それがストリートっていう名前じゃなくても、うんうん、バスケットボールを通じて自分たちが表現したいっていうのが北海道から沖縄までチームとして現れたら、うん、またもう一回何かで、うん、ができると思う。なるほど。絶対に。なのでそのレペゼンっていうものを、うん、もし今の若い子たちがそれが恥ずかしいとか、うん、いや別に僕東京だけど、うん、なんて言わずに、うん、東京なら東京名乗ってみなよとか、うん、別にその地域を名乗ってやってみなよって、うん、その、なんつうか、言っちゃったら、うん、言った責任で強くなってくるんだよね、うん、人間って。まあ、その3人ともあるよね。絶対にある。言っちゃったらみたいな。そうそう。絶対以上やんなきゃっていうからね。そう、それも一つなんだよ。だから、上手くなってから、じゃあ、後続けっていうよりは、うん、最初の段階でやってやるっていう、うん、俺はこの地域をしてやってやるっていうふうに思う被害のある人間たちが増えていったらまた面白くなるし、そうそう、ストリートっていう分野でも、うん、オーガナイズされたバスケットボールでもどっちでもいいから、うん、なんか自分が何かを看板というか、うん、自分に課した何かを持てば、うん、背負わせて。そうそう、背負わせてっていう、そう、背負わせる。うん、地域を背負わせる。横浜なんてさ、こんなでかいところ、よくぞ、まあ、チームエースは横浜のってよく言ったもんだと思うので。最初横浜では相当嫌われてた。いや、ほんとに。いや、でも結果としては、その、市の大会で優勝するまでに出たわけだから、
はい、あ、そういう意味ではすごいな。でもね、横浜って日本で政令指定都市になったことは何番目ね、上から、うん、上から数えたらね、僕、はい、すごい街じゃない、うん、まあ、ちなみにあのマイハニーも横浜も、マイハニーも横浜を代表だもん、代表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 だ。そうだよ、じゃあチームエースとあのキヨもちょっとコラボしないと、やばい、コラボしないとね、やばい、めちゃやばい、これやばい、大不安だって、大不安だって、散々僕らもう夜遊び行った時も、もう酒飲みながらもう、もう、おうでしたから。そうです。でもそうやってほら、やっぱ横浜、まあ、ってほら、地域を代表してそういう人がいるのはいいよね。うん。そこで繋がる。まあ話はつきませんけど。そうですね。まあ2回、3回来てください。あ、わかりました。はい。また、ちょっと。はい、ストリートボール界のニワトリこと。健康さんでしょ。ありがとうございました。あ、じゃあやりますか、今日も。あ、今日は健康さん。え、これだっけ、これだっけ、これやりますか、いや、こっちでやりましょう、これ、俺にやってよ、いや、だって、受けんのよー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 、産むだけ産みっぱしですいませんでした、謝罪会さん、みんな、頑張って